こんにちは、速化塾の久保です今回の真、まあ、姫大学特別講義は情報発信のネタの作り方ですねまあネタの作り方というよりも周りを見渡すとネタだらけなんですけどもね例えば1本のペットボトルのドリンクがありますこれはコンビニでは売っていませんこれねネットワークビジネスの水なんですよ価格は大体いい380円です高いでしょ高いなりになんかね 効果効能があるといいんですけども、はっきり言って分かりません。<laughs> ただね、これをなんでたくさん買ったかというと、まあ別にそこまで欲しいかっていうと欲しいものではないんですよ。なりゆきですね。<laughs> まあこれも一つの、なんと言いますか、情報発信じゃないかなと思います。一応ね、バナジウムっていうのが入っていたりとか、か離水っていうね、キーワードがこの中に入ってるらしいんですよ。バナジウム、か離水でちょっと検索してみてください。 そうすると、なんでこれが100円150円じゃなくて380円なのかが、まあ、わかるかなと思います。ただ、繰り返しますけども、それによる効果・効能は、全くわかりません。まあ、こういった食品とかサプリメントっていうのは、わからないですよね。はい。次ですね。私ね、かりんとうが好きなんですよ。これ198円だったんですけども、結構ね、たっぷり入っていて、で、250g ですか。 国内製造だそうですかりんとうっていうのは砂糖とかね黒糖とかね水飴をいい感じで混ぜてるらしいんですけどもお一部中国製造になってますねやっぱりね国内産って言ってもね中国製造一部あありみたいいななそんんん表記があるんですよ皆ささもぜひね、裏面見てください今ほとんどの食品やまあ、あの、ガジェットですとかねそういった器具機材っていうのは中国製を避けられないと思います ただこれから脱中国は進むんではないかなというふうに思いますけどねはい発信ネタ結構できるでしょで一番簡単なのが映画ですよベストキットって映画を最近見たんですけどもこれね30年とか40年前の映画なんですよで当時空手キットっていうね全米でこうかなりヒットした空手のブームを起こしたそんな映画なんですけども続編がどんどん作られていて5作あるんですよねベストキット そしてベストキッド234でえー、リメイク版ですよねジャッキー・チェーンが2010年ぐらいに作ったやつです、まあ、こういうふうに映画の中で活躍する、まあ、日本人魂大和魂がねどういうふうに変化していったのかでこれは当時私が中学生の頃に見てかなり熱狂したんですけどもなんかどんな内容だったかね忘れてたんですよでですんで今ねこ50を過ぎて 落ち着いた雰囲気で当時の熱狂した映画を見てみるとまた別の楽しみ方があるなというのと同時にやっぱ映像作品ってすごいですよねリリースされた直後もうもちろんヒットするんですけども何年何十年経ってもまたねこうやって何人かの人の心に新しい灯し火を灯してくれるんですよそしてベストキッドの主人公ねこの少年ダニエル君っていうんですけども 彼は当時、まあ15、六6歳だったと思うんですよ。ということは、まあ彼も俳優ですから、今でも生きてると思うんですよね。あれから30年、40年経ってどうしてるかなと思ったら、なんとですね、空手キット、ベストキットの、その後、35年後っていう作品ができてるらしいんですよ。いや、これはすごいね、しびれましたね。大草原の小さな意見も続編ができないかなと思いながら、できないままなんですけども、なんかね、 昔、自分が見ていた映画や知っていた映画が、数十年の時を経て、なんかリメイク版が作られて、なんか面白いなと思いましたね。特にこのベストキットがリリースされた時って、バックドゥ・ザ・フューチャーが3部作で作られて、そしてパート4ができるんじゃないかなって言われて、ずっとできないままなんですよね。これも、ワン・ツー・スリーができた後、パート4ができて、そして、リメイク版がジャッキー・チェーンができて、35年後のストーリーができて。 やっぱり映像作品って素晴らしいいなと思いま,すまあこういうふうに周りのものからいくらでもネタって引っ張ってこれると思うんですよじゃあそのネタをねどういうふうに取り入れて発信すればいいかだたいね3パターンあるんですよ一つは確かにそうだよねっていう風に自分の得たネタに対して肯定して自分の考えを話していく形ですそうする時に これは確かにそうだよね。だってこうだもんっていうふうな自分なりの理屈を1個つけるといいと思います。そしてそれを2個理屈つける、3個理屈をつけると話をどんどん長くすることができるってだけなんですよ。さらにそこに例えばねっていうふうに別のエピソードを持ってきて類似の例を紹介することもできます。で、2つ目のパターンはそれは違うよねっていうのは否定を入ることですよね。例えば何らかのニュースを見てそのニュースにはまあ事実と誰かのコメントが書いてあると思うんですよ。 それに対して私はそうは思わないよっていうような理論で展開していくことです。まあ、そうなるとねコメンテーター情報発信者にもいろいろと特質が出てきて全ての情報を肯定的に捉えるコメントをする人全ての情報をいやーそれはどうかなっていうふうに否定的裏側から賛否するそういったねコメンテーターそして3つ目のパターンは何があるかっていうとこれはですね皆様はどうお考えでしょうかっていうふうに自分の意見を言わないパターンですよね。 一つのネタを引っ張ってきて、それを紹介した後で、皆さんはどう思いますかっていうふうな問いかけです。これが一番嫌われにくくて、長続きしますね。はい。じゃあ、以上のような形でね、情報発信の方法、ちょっと触りだけお話ししてみました。皆様、どのような情報発信に、えーえーな、どのような情報発信をするでしょうかちょっとね、最後はぐだぐだになりましたけども、まあ、これも一つの楽しみですよ。じゃあ、いってらっしゃい。